こんにちは、タケです。タケの体力測定2024年ですね。この動画は毎年、1月に体力測定し、キングカズと同い年のタケが20代に体力を維持できるかというチャレンジですね。何種目の総合で分かります。脳の7種目は、平眼肩下し、肩、腕立て伏せ、立位体前屈、腹筋、反復横跳び、立ち幅跳び、歩行になります。一応、このチェックシートでちょっとチェックしてるって感じですね。これを毎回してますね。チェックしてやってますね。ほんで、今回はこんな感じですね。数的には。で、今回はやっぱりね、この、平眼肩下が全然ダメでしたね。やっぱりね、これまぐれですね。これ2分でやるのも、それは無理でしたね。無理ってことないと思うんですけど、たまたま運良かったんやと思うんです。もうね、全然違うじゃないですか、数字が。2分と39秒なんで、あとまあ良かったのが、腹筋練習しとったんですよ。腹筋が結構練習したんで、23回から28回まで上がりましたね。あとはあれか、反復横跳びがちょっと悪かったですね。反復横跳びがこれでちょっと数字的に悪かったですね。あとそんなもんかな。あとはその数字的にはそんなに変わってない感じですね。まあなんとかこの、ここの、要は平眼片足足足が、要はこの腹筋でなんとかカバーしたって感じですね。ここちょっと折っちゃったんで、だからちょっと平眼片足足ね、ちょっと今度、ちゃんとね、レベル上げたいと思いますね。来年はちょっと、反復横跳びと腹筋は多分これまでいいと思うんで、ずっと鍛えていくんで、反復横跳びと、平眼片足足ね、まあ、これっすよね、この3、ね、他はそんなに数値は悪くないじゃないですか、まあ、4もありますけど、やっぱりこれが大きいですね。これをなんとか維持できたら、あ、でトータル一応ね、ここにも書いてますけど、ここっすね。ここにも書いてますけど、46回で、一応、46点で、一応、なんとかクリアしました。ギリギリですね。ギリギリクリアでした、ほんまに。46以上が20歳から24歳なんで、なんとか20歳台を、まあ、ギリギリ維持できましたね。だから逆にこの腹筋がまずかったらやばかったかもしれないですね。まあ、とりあえずね、これの、せめてこれ1分やったな、もうか。1分が6ポイントなんですよ。これですね。1分が6ポイントなんで、これがね、30何分だと3ポイントなんで、せめてね、今度はね、この平眼片足立ちを、なんとこれ6分にね、ちょっと来年はちょっと、今年ちょっと、バランス力を鍛えて、なんとかやりたいと思います。まあ、だからまあ全般的にはなんとかね、今年も、今年さやからもう今年はさやから、58なので、もうおっさんですけど、58なんで、なんですけど、一応なんとかね、維持できましたね。まあまあ、もうね、この年なんで、果たして維持しなくてもいいんですけど、まあなんとかね、ちょっと、維持できたいんで、なんとかせな、45点、ここですね。45点までが20歳なんで、なんとか45はね、なんとか、切らない、43か。43は切らないようにしたいですね。なんとかちょっと60ぐらいまでにはちょっと20代をキープしたいです。なんとかまあ今回いけたんで、まあ来年ちょっとバランス力やな、課題はね、バランス力をちょっと上げないとちょっとダメかもしれないですね。まあなんとかちょっと、バランス力を上げるように。頑張ります。そしたら、タケの体力測定、総括の2024年でした。よければチャンネル登録、いいね、お願いします。タケでした。